はい、秋ゲームズです。バージョン 4.2 エリアにある隠しアチーブメント付きの時間制限挑戦を紹介したいと思います。アチーブを取るためには同じ場所で時間制限挑戦を3回クリアする必要があります。まず挑戦に向かいます。イーストートン抜きの南、地上にあるワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら右を向いて北方向に飛んでいくと時間制限挑戦がありますので近づいていきます。挑戦をスタートすると上昇気流が発生しますので、それに乗って水の元素粒子を取っていきます。注意点は、挑戦の間は周りにある大砲から狙い続けられますので、挑戦の間は常に動いているようにしてください。動いていればまず当たりませんが、1箇所でじっとしていると大砲の弾が当たって下まで落とされてしまいます。制限時間以内に20個の水の元素粒子を取ると宝箱が出ますので取りに行きます。アチーブを取るためには3回挑戦をクリアする必要がありますので、宝箱を取ったらもう一度やっていきます。先ほどと同じ場所に挑戦が残っていますのでやっていきます。スタートすると上昇気流と帽子クラゲが出てきますので、それらを使って水の元素粒子を取りに行きます。帽子クラゲが3つ違う高さでありますので、低いものから入って粒子を取っていきます。今回も挑戦の間は大砲に狙われますので、動き続けるようにしてください。制限時間にはかなり余裕がありますので、何回か大砲に吹っ飛ばされても間に合うとは思います。帽子クラゲで上に上がると上の方にある上昇気流に乗れるようになりますので、それを使って粒子を取っていきます。制限時間以内に18個の粒子を取ると宝箱が出ますので取りに行きます。今のアチーブは今回のとは別物ですので、宝箱を取ったらもう一度時間制限挑戦をやっていきます。時間制限挑戦をスタートすると上昇気流が出てきて帽子クラゲと壁も出ますので、それらを使いながら水の元素粒子を取っていきます。今回も3つの帽子クラゲの高さが近いますので、低いものから入って上に上がっていきます。3回目は大砲の攻撃がかなり激しくなり、撃ち落とされやすくなっていますのでご注意ください。今までと同じく動いていればまず当たりませんので、1箇所でじっとしないように動き続けるようにしてください。壁があるのでそれを使えば大砲の弾を避けれそうにも見えますが、実際に当てるときはどこから弾が飛んでくるかは分かりませんので、動き続けることを意識する方を優先する方がいいと思います。3回目の時間制限挑戦をクリアするとアチーブメントを達成できます。宝箱も出ていますので忘れずに取っておいてください。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、Twitch、X、ブログ、ホヨラボも見ていただけると嬉しいです。